皆様おはようございます。チューリッププリンセスです。お誕生日を迎えて43歳になりました。皆様本当に本当に本当にとても心のこもった温かいお祝いのコメントをいただきまして、本当にありがとうございます。もうすごくね、朝から感激して、もう心がね踊りそうです。ありがとうございます。王子にもね伝えてね、一緒に喜んでいます。後ほどねゆっくりと心を込めてお返事させていただきます。本当に本当に嬉しかったです。ありがとうございます。こちらは兄からもらったひまわりの花アレンジメントです。こちらのことも褒めてくださった方々ありがとうございます。カーネーションとかすみ草とひまわりとハッピーバースデーのプレートが乗っけてあります。メッセージカードもあって、新しい一年が祝福され、ひまわりのように輝きますように何よりと書いてありました。嬉しいです。今日はねどうしようかな。今王子がね昨日疲れてお風呂に入らなかったから今ねお風呂に入ってます。あとちょっと食洗機の音が響いてたらごめんなさい。そんな感じでね、今日も本当に何の予約もしてなくてノープランなんですけれども、まあね、気楽に楽しくね、皆様からいただいた言葉をね、心の中でね、温めながら、循環させながら、幸せな一日にしたいと思います。本当にありがとうございます。ね、ちょっとひとまず、お礼も兼ねて、こちらの兄からもらった、ひまわりのアレンジメントとともにお届けしました。ありがとう。みんな大好きだよ。チューリッププリンセスより。